マナコル、モナカウは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ、マヨルカ島東部にある、内陸のマナコル地区、ドラッグ洞窟などがある、地中海岸のポルトクリスト地区などからなる、サンタマリアデロスドロレス教会、マナコルサイコの人類の記録は、紀元前2000年から紀元前1200年頃に遡る。この時代のものとされる洞窟内に作られた墓地が発見されている。 また、他とは孤立した集団での定住地があった。自治体内のポルトクリスト地区の洞窟には、ローマ時代の工芸品が見つかっている。さ、カロトジャヤソン、ペレトにある原始キリスト教の礼拝堂跡は、この地域が他とは隔絶していたことを物語る。マナコルの都市としての起源は、おそらくイスラム教徒の征服前とされる。1300年、アラゴンを バルセロナ博のハイメイッセイはマナコルに町としての地位を授けた。初期のマナコルの市街はパラウトを要塞化した田園部の農家といった建物の様子で保存されている。1576年にサン,ビセンファレー修道院が築かれ、同時代にバロック様式の教会建設が始まった。また、風車が集中して設置された地区は市街の外観を変えた。 しかし修道院の衰退が次第に始まった。1835年の英体所有財産解放令で、教会資産は国家に没収された。1879年には、マヨルカ島中央部のインカとの間に鉄道が敷かれた。1902年、人工真珠を扱うマジョリカの工場がマナコルにできた。1912年には、都市に昇格した。1929年、 サンタマリアデロスドロレス教会が完成した。旧教会はアラブ支配時代のモスクを転用したものであった。2016年にはラファエル・ナダル国際テニスセンターが完成した。16世紀には約5000人、18世紀には約8000人の人口を有した。ありがとうございます。